はい、速稼塾の久保です。昨日ね、安倍総理が1年間の虚偽答弁の、言い訳をしていましたけども、野党の方がね、いろいろ質問しても結局はのらりくらりとかわすだけで、しかもね、安倍総理の話す言葉の7割8割がとかうとかあとか、それから何度も何度も読んだことをもう一回朗読して、なかなかね、自分の気持ちとかね、結論を言わないという作戦は未だに続いてますよね。そのうちに時間切れで終わりという、一体何だったんだろうかということが、まず今回もね、露呈されたわけです。で、散々からね、自分は森羅万象を扱ってるから全部わかるんだとか言っときながら、いや、総理の仕事を一生懸命やっていたから事務所のことは分かりませんみたいなことを言ってるわけですよ。いや、これをだからね、許す体質ってのは何なのかなと思っちゃいますし、そもそもですね、違法なことをしておいて、その修正申告で許されるとかね、それこそ何ですかね、あれでしょ、税務調査ぐらい入れって話じゃないですか、こんなことをしといて。で、あとは野党の追及も存外だらしないというか、今回ね、小川淳也さんが出てくれなかったのちょっと残念でならないんですけども、小川淳也さんの切り込みがね、ちょっと見たかったなと思いますね。安倍総理ってのはこのテレビでね、テレビかネットか分かりませんけども、ここまであからさまな嘘とかね、言い逃れをしといて、その恥じることがないっていうのはね、やっぱり大したもんだなと思います確かにね、私安倍総理の全部が全部ダメってわけじゃないんですよ。世界一の同盟関係をさらに強固にした、その日米同盟ね、それを軸とした世界に対するあらゆる国への協調関係の構築っていうのは立派だと思うんですよ。立派だと思うんですけど、今思えばね、あらゆる国にその場限りの嘘を並べて、その騙して信頼させてるのかなと思うと、これはね、有益なペテン師だと思うんですよ。ただこれを国内に同じような弁を向けた時に、こうバレてるわけじゃないですか、これ完全にね、誰に対しても。いや、それはちょっと控えた方がいいんじゃないかなと。端的に言って、外国を騙すのはいいけども、自国を騙すなというふうな形ですよね。で、安倍さんは自分の発言によって人がね、死んでしまっているってこととか全然ね、重く受け止めてないですし、何かといえばね、責任を痛感しているって言葉を使いますけども、痛感しすぎてもうね、全身激痛が走ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、襟を正しますとか言ってね、正されてない襟が何本あるのかっていうところもありますし、しょうもない部分はあるなと思いますよ。要するに、ずるいことをしながらも違法じゃないという方面をね、なんとか成り立たして、で、あとは時間切れ、あとは自民党っていうね、圧倒的多数をいいことに、いろんな問責決議案もね、ことを振り切っていくでしょうしね。安倍総理が7年8ヶ月でしたっけね、にわたって戦後最大の長期政権を作ったのも、真っ当正直、中央を歩きながらではなくて、時には騙し、時には殺し、時にはなんたらかんたらですよ。これはすごいなと思いますよね。その人の命に対する軽視とかね、それはある意味、自分に忖度する人とか、自分の身内の生命を第一に考えているからだと思いますし、で、大きな視点で考えればね、この安倍晋三って人を支持する人がずっと多かったわけですよ。で、これはね、本当に安倍やめろっていう人は少数派であり、安倍政治によって苦しめられてきている人は少数であったというね、ことなんだろうなと思うんですよ。民主主義ってのはそういうことですから、大多数の人がダメだって言ったら、どんなことやってもその人はその座につけないんですよ。でもやっぱりね、自民党の身内議員をはじめ、野党の追及のね、弱さ、これも込みでね、積極的かつ間接的に安倍晋三の存在をみんなで許してきたってことなんだろうなと思います。で、私は安倍さんのね、ほとんどの場面を、ものすごく尊重するんですよ。ただこのね、森友問題とか国会虚偽答弁みたいな、こんなこととかね、あれでしょ、なんかその桜を見るかの前夜祭のその数百万とかってちっちゃい金額ですよ、はっきり言って。こんなの、このちっちゃい金額ですら、あ、すいませんでしたと、私の至らなかったところですと、これはもう修正しましたんで、すいませんでしたぐらいのこと言って終わればいいのに、言い訳をするから長引くんですよね。いや、これはもう、国会議員辞めるとか辞めないとかって問題もありますけども、それはまた別で考えるとしてね、なんかケツの取り方っていうかね、落とし前の付け方ってあると思うんですけどね、なんともだらしないと。
追及もだらしないですよ、これは。野党の追及もだらしないと、まあ、そこに尽きるかなと思うんですよね。こんなことではね、いくらでも逃げられちゃうんで、だからやっぱりこう、なんですかね、その2チャンネルとかを書き込んでる人とかを答弁立たせればいいんじゃないですかね、質問者に。そっちの方が断然いいと思いますよ。だからね、下手なんですよ、野党の追及はね。私が出て行って喋りたいぐらいですよ。まあ、もうちょっとまともなことが言えるんじゃないかなと思いますからね。というところでね、安倍さんの、その、追及はこれからも続くと思いますけども、昨日の予算委員会ですかね、あれ、まあ見たい方はね、動画概要欄に貼っときました。いやー、しかしね、なんだろうね、このグツグツ感は。あ、ちなみにですね、北海道がかなりの範囲で買収されていますから、北海道ってのは別の国になるかもしれないですね。沖縄も込みで。で、だんだん本土も侵食されていくと思います。新潟を中心に。こういったことに対して、もっともっとね、国民一丸となって立ち向かわないといけないのに、一時のね、国の総理がね、で菅総理も改革を起こそうとしてるんでしょうけども、なかなか抵抗勢力があるみたいです。私はやっぱりね、菅総理は何かをしようとしてると思うんですよ。ただやっぱりね、官僚的なそのナンバー2なんですよね、きっとね。基本的にはトップに立って力がね発揮できないタイプじゃないかなと思うんですよ。まあもちろんこれ周りの人の支援があれば菅総理の改革ってのは進む、その急先鋒となるのが河野行革大臣なんでしょうけどね。まあ、二階さんとね、麻生財務大臣がいなくなったらすごいスムーズだと思いますし、その政治の世界にね、麻生財務大臣とその二階さんがいるのは何の益にもならないですね。害にはなりこそすれ、これいらないんじゃないかなと。早くね、引退してほしいなと。今日でも引退してほしいなと思いますね。これある意味ね、安倍晋三よりも立ちが悪いです、この二人は。なかなか表に出てこないだけあって、本当に立ちが悪いなと思いますよね。ということでね、これはあくまでも個人攻撃ではなくて、その権力の是非についてちょっと話させてもらっているところですからね。麻生さんもね、別に麻生太郎っていう個人に戻れば何一つ憎しむところはないです。むしろね、ちょっと面白いおっちゃんぐらいのことで思えると思うんですよ。で、二階幹事長もその幹事長っていう座を離れて引退してね、二階さんっていう人になったら近所のおじいちゃんみたいな、おじいちゃんみたいな感じで、敬老会とかにね呼んであげたいぐらいですよね。ということで、昨日のインタビューを見てつらつらと思いましたけども、まあ言葉がないというのが私のまとめでございます。いやあかんな。ではいってらっしゃい。